はいどうも皆さんこんにちは、たつチャンネルの達也です。本日はデイトナガレージのナンバープレートホルダーをつけていこうと思います。で、今この JAL キャノピーのナンバーは何もついてないんですけど、洗車とか整備している時にナンバープレートに当たって曲げてしまう恐れがあるので、曲げてしまうリスクを減らそうということでナンバープレートホルダーを買いました。それでは早速やっていこう。それではまず最初にナンバープレートを外していきます。とりあえずこんな感じでナンバープレート外せました。それではこのナンバープレートホルダーの準備をしていきます。この今回買ったナンバープレートホルダーに入っているものはこんな感じですね。ナンバープレートホルダーが1個で、ボルト2本にボルトカラー2個で、クッションテープが4箇所分感じです。クッションテープというのはこういうやつですね。丸いクッションのシートです。でボルトカラーとボルトはシルバーのものがついてました。でついてるネジなんですけど、カラーはアルミで、ボルトは多分アルミか多分ステンレスだと思います。なんですけど、このナットが鉄製なので、ちょっと錆びないように、今この自分が持っているステンレスのナットに変えていきます。でも純正だとこんな感じで裏に緩み止めの溝があるんですけど、今この僕が持っているナットには緩み止めのやつがついてないので、代わりに、この、なんていうんだ、緩み防止のワッシャーと、普通のワッシャーを組み合わせて使います。で後日ホームセンターに行って緩み止めがついたナットがあったらそれに交換します。とりあえずはこれで一旦済ませます。でクッションテープなんですけど、どう貼っていいのかがもう分からなくなったので、とりあえずもう使えるだけ使ってみました。これが正しいかは分からないですけど、ネジを締めていった時に曲がらないようにこの辺りだけは均等になるべく力がかかるようにちょっと貼ってみました。ちなみに僕が住んでいる市のナンバープレートをつけるとこんな感じですね。上がほぼぴったりあって、下がちょっと隙間が広い感じですね。でどの順番でこの緩み止めを入れるのかが正しいのかいまいち分かんないんですけど、このナンバープレートをつけるところがプラスチックなので、この尖った金属をつけると刺さってボロボロになるかもしれないので、ワッシャー、緩み防止ワッシャーで最後ナットの順番でつけていきます。それでは締め付けていきます。ちなみにこのボルトは六角の軸ですね。軸の 5mm がぴったり刺さるサイズのものになってます。でナンバープレートはバイクの場合は後ろからも作業できることが多いので、後ろの方のナットを締めていきます。そうすればこっちが回ってナンバープレートを傷つけることがないので、もし今後そのボルトのカラーとかを変えた時にサイズが小さくなって傷が目立つってことがないので、僕はそのようにして締めています。ということで本日はデイトナのナンバープレートホルダーを取り付ける動画でした。このナンバープレートホルダーの取り付けは本当に簡単な工具さえ持っていれば誰でもできるプチカスタムなので、まだそのナンバープレートのホルダーバイク買ってつけてない人とかいたら、ちょっとしたドレスアップにもなるので取り付けをおすすめします。本日もご視聴ありがとうございました。まだこのたつチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram もやっているので、まだフォローしてない人はぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。